明日は西から天気が下り坂、東北南部から九州まで広い範囲で雨の降りやすい天気になりそうです。野澤さん、この雨の降り出すタイミングであったり強まりというのはどうでしょうか。はい、そうですね、比較的西日本は、ね、早い段階から降ってくるんですけども、うん、その中でも強く降る時間帯があったりするので、はい、ちょっとそこを中心に見ていきたいと思います。はい、はい、まずはこちら気圧配置、明日の夜ですね、21時の予想天気図になるんですけども、はい、こちら見ていただくとですね、まあ、前線が伸びているんですが、前線上に低気圧が発生しているんですよ。はい、でそうなるとですね、この低気圧に向かってなんですが、こういう形で湿った空気ぐーっと回り込んで入ってくるんですね。はい、でそれに伴ってこの辺りでは大気の状態が不安定となる、うん、そうなると雨雲としても発達しやすくなるといった状況となります。はい、ですのでこの九州南部を中心に明日の午後からの降水の流れ見ていきたいと思いますけども、うん、はい、で青が濃いほど、また黄色やオレンジになるほど強くなると見てください。はい、で時間を進めていくとですね、黄色のエリア、あとオレンジのエリアが鹿児島付近、この辺りにこう出てくるわけですね。はい、ですからそこから午後から明日の夜遅い時間にかけてはちょっとこちら雨の降り方要注意、まあ、時間例えば10ミリ程度の強い、いやいや強い雨が降ってみたりとか、あの局地的には30ミリを超えるような激しい降り方になることもあるので、注意をしていただいた方が良さそうです。はい、分かりました。外出の際には大きめの傘をお持ちいただくなど対策も必要となりそうです。この先も最新の気象情報はアプリウェザーニュースでご確認ください。